近くに山小屋がある。連れて行って手当てをしよう。うん。
なんだろう。ライダーさん、気をつけろ。すごいな、スクワギルが追っかけてきてる。目が覚めたか。あなたたちは。安心しな、
洞窟で倒れてたから運んできてやったんだ。助けてほしいなんて誰も頼んでいません。え、なんだよ、そんな言い方ってないだろ。その傷ないし、あなたもライダーなのね。だから氷河も心を許したんだ。氷河ってもしかしてあのベリオロスのことか。ええ、あの子の名前、私のたった一人の大切な家族です。私はアユリア。村の外でライダーに会うなんて思っても見なかった。俺たちもだ。他にもライダーの村があるなんて知らなかったぜ。私もう行かないと。おい、無茶するなって。まだ怪我が治ってないんだぞ。急いでるの。人を探しているんです。伝承の義を知る竜人を。なんだ、それじゃあ俺たちと同じだな。でも知ってるか、伝承の義は竜人に認められないと授けてもらえないらしいぞ。ま、うちのライダーさんなら楽勝だけどな。ライダーさんが命じればオトモンはどんなことにでも従うんだ。険しい道でもスイスイライドってな。オトモンに命じて従わせるだなんて、同じライダーでも考え方がまるで違うようですね。なんだと？で、言いたいとこだけど勘違いさせちまったな、お嬢ちゃん。従うっていうか、ライダーさんとオトモンは一心同体なんだ。そこまで言うなら、あなたたちの腕前確かめさせてもらいましょう。この雪山にはライダーにしか行けない場所があります。そこにしか生えていない雪山草を取ってきてください。ああ、いいとも。言われたまんまで引き下がってたまるかってんだ。雪山草発見。ライダーさん、採取しよう。よし、雪山草も手に入ったし、山小屋に戻ろう。お、大変だ。今度はザボアザギルまでやってきたぞ。
雪山の厳しさに悲鳴を上げると思っていましたが、それなりの力はあるようですね。私たちライダーはオトモンの特性を見極め、それに合ったライドをすべきなんです。特性を見極める？ええ、私はそのことに気づくまで時間がかかりました。傷ないしはあるのに、どうして氷河は言うことを聞いてくれないの？と諦めてしまった私は、氷河の後をついていくだけ。だけど、だんだん分かってきたんです。氷河の好きな道、動き方。私は傷ないしで氷河を従わせようとしてただけでした。それに気づいて、ようやく私は氷河にライドできるようになりました。特性を知り、力を目覚めさせてあげることが私のすべきことだったんです。目覚めさせる？力を引き出してあげるってことだよな。ええ、その通りです。そっか、なかなかいいこと言うな。氷河は大事にされて幸せ者だな。ヒヒ、ちょうどお腹が空いてきたんだ。アユリアの分も食べ物を調達してきてやるよ。私は別に。あらら、うーん、わあ、びっくりした。あんた誰？うはぁ、温泉まんじゅううめえ。だから誰なんだって。そっか、この山小屋の人か。そうなんだろう。オラとなぞなぞすんべ。はい。なぞなぞに勝ったらここにいさせてやるだ。いきなりなぞなぞって。まあいい、勝負なら受けて立つぜ。耳はピン、お腹はぽよよん、これなんだ？答えはおじさま？見たまんまだけど。そうだ、正解はオラのことだ。オラはここに住んでるなぞなぞ好きのじいさんだ。勝手に入ってごめんなさい。宿代はお支払いします。ただでいいだよ。やったぜ。おめえたちは払うだ。温泉まんじゅう100億個くれ。なんで俺たちだけ？畜生、こうなったら温泉まんじゅうをたらふく食べさせてやる。温泉に行けばあるんだよな。タルジュの人にはモンスターがいるべ。あいつらお湯を毛だらけ泥だらけにするだ。それなら俺たちの出番だな、ライダーさん。人のお湯は怪我にも効くだ。薬草より効果バッチリだ。ってことは温泉まんじゅうも手に入るし、アユリアの怪我も治って一石二鳥だな。それじゃあ早速タルジュの秘湯に行ってみようぜ。
あ、ユリア、温泉に行こうぜ。なんだよ、行かないのか？氷河のためにも早く元気になんないといけないだろ。どうして私のためにそこまで？同じライダー同士だろ、遠慮はなしだって。ほら、さっさと行こうぜ。心配すんなって。絶対覗いたりしないから。ゆっくり温泉に入ってこいよ。そうじゃなくて、ありがとう。あ、なんか言ったか？なんでもないです。それじゃあまた後で。なあライダーさん、俺たちも一っ風呂行こうぜ。あれ、ああ、だから覗き見なんてしないって。そうじゃなくて、誰かが先に入ってるんです。え、そうなのか？誰だろう。ライダーさん、行ってみよう。アユリアを見つけた洞窟だよな。もしかしてアユリアはブルフルにやられたんじゃないのか？そう、その通りです。私思い出しました。アユリア、もう良くなったのか？ええ、温泉で温まってすっかり元気になりました。それで思い出したんです、あの洞窟でフルフルに出くわしたことを。私、フルフルの電撃を受けて気を失ってしまったんです。フルフル、おっかないやつなんだな。けど、寒さに耐えてだろ？火属性だろ？体
考えることが多いよな。そんなお供もいないぞ。どうする、ライダーさん。山小屋に戻って対策を考えましょう。ここだと湯冷めしてしまいます。あなたたちはどうしてヒルデカランへ行きたいのですか？そりゃあすごい奴らと広い世界を見に行きたいからさ。ハンターの町へ行けば見ることができるのですか？当たり前だ。そのために俺たちは村から出てきたんだからな。あなたたちは町の人がライダーを理解してくれると思いますか？村の仲間が言っていました。ライダーは町へ降りてはいけないと。彼らがライダーを理解することはない。衝突を引き起こすだけだって。モンスターとだって心を通わせられるのに、人間同士が理解し合えないなんて、やはり人間は愚かです。そんなことないぞ。そりゃ最初はみんな驚くさ。だけどきっと分かってくれる人もいるはずだ。見てろよ、俺たちの魅力でみんなをビリビリしびれさせてやるぜ。私にはわからないけれど、とにかくギルデカランへ行くにはフルフルをどうにかしないといけませんね。それなんだよな。寒さに耐えられて火属性伝承の儀が必要になると思います。そっか、伝承の儀か。おめえたち、オラとなぞなぞすんべ。またかよ。今は伝承の儀を知っている人を探さないといけないんだよ。なんだかとっても悲しそうです。どうしますか？しゃあないな。勝負だ、じいちゃん。問題。お耳がぴょこぴょこ、お尻でドスン、真っ白いモンスター、なんだ？答えのモンスターを連れてくるだ。ライダーさん、答えは分かったか？早いとこ連れてきて竜人探しに戻らないと。きっと今回も見たまんまが答えなんじゃないでしょうか。あまりひねって考えない方が良さそうです。そう、オラの本当の姿は伝承じいさんだ。若くていい男だって聞いてたぞ。温泉効果でお肌すべすべ。どっからどう見ても若くていい男だべ。おじさま、自分で言いふらしてたんですか？伝承の儀はモンスターの力を目覚めさせる奇跡の秘宝だ。モンスターは一体だけじゃダメなんだ。二体のモンスターが出会うことで新たな力が目覚めるんだ。もう一体はオラのイアンクックを使うんだ。今のおめえたちなら伝承の儀を扱えるべ。ほれ、絆石を掲げるだ。
つの絆を合わせてできるのなんだ？なんだなんだ？伝承なんだ？伝承なぞなぞ答えはなんだ？全ての力があるんだ。2体のモンスターの絆を合わせて片方の眠れる力を目覚めさせたんだ。目覚めさせた。それで火が吐けるようになったってことか。んだんだ、力は眠ったままなんだ。眠った力を起こしてやるんだ。そっか、伝承の儀を使えばオトモンの力を目覚めさせられるんだな。んだんだ、絆意志がないと力は発揮されないんだ。生態系は崩れないし自然にも優しいんだ。奇跡で優しいのか。すっげーぞ、伝承の儀。ありがとうございます、伝承のおじいさん。わかんねえことがあったらいつでもここに来ていいだ。はい、はい、あれ、それ、ふかしぼけじゃ。オラの温泉まんじゅうだ。まさか温泉まんじゅうってふかしごけのこと？